こんにちは、シエルです。今日は私の今ここにいる部屋、このお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。私すごいね、海外ドラマが大好きで、海外ドラマの DVD が4000本、コレクションされていて、であとはちょっと大きいテレビがあったりとか、このソファーがあったりとか、そんな部屋なんですが、海外ドラマ好きな方にはね、お気に入りのね DVD がもう置いてあったらちょっと嬉しいななんて思います。ちなみにここは8畳の部屋なんですけど、海外ドラマをね見るためのお部屋です。もう本当の趣味、楽しんでもらえれば嬉しいです。こちらがソファーとサイドテーブルです。ここに座っていつもドラマを楽しんでいます。基本家具は白だね。 DVD ラックも白です。ソファに座るとこんな感じの眺めです。テレビはソニーのスピーカー内蔵付きのものです。このテレビの横に私が寝そべるとちょうど同じ大きさです。私サイズのテレビ。テレビ台もこんな感じで白。このね、ソニーのテレビはね、スピーカー内蔵付きなのですごい気に入ってる。今は安く買えると思うけど40万ぐらいしたんだよね。カーテンはニトリのグレーのカーテンです。横を向くと常にこう DVD たちが並んでいて、ちょうど目線に好きなドラマ置いてるんだけど、デクスター、警察官は殺人鬼。このドラマがめちゃくちゃ好きで、もうこの DVD ボックスが一番高かったと思う。左の並んでるものが右の中にも同じのが入っているという。DVD パッケージは違うんだけど、真ん中は一緒という。デクスター復活してほしいぜ。棚の上には、24。デスパレートの妻たち。プリティリトルライアーズ、デス妻のティーン版と言われていましたね。ニキータ、ヴァンパイアダイアリーズ、セックス&ザシティ。あ、私はラブリーガル、このインポート版を最初買っちゃったんだよね。そう、フライングゲットしちゃった。で、あ、This is a 36歳、これから、これね、私 DVD リリースの時に推薦コメント書かせてもらってます。あれ、Lの世界復活するんだよね確か。めっちゃハマったわ。ゴシップガール、集めるのに苦労しました。奥様は魔女。見てこのパステルカラーの DVD パッケージ、もともとモノクロだった映像をカラーにしてあるんだよね。この時代にさ、魔法みたいな演出、映像を作るのがすごい大変で、なんか物浮かせるのにたまになんか糸みたいなの見えてんだよね。私の一番好きなビッグバンセオリー、シーズン5以降 DVD 出ないっていう、何事なの？もう DVD リリースしてほしかった。シーズン12でファイナルを迎えました。ありがとう、ビッグバンセオリー。いや、マジでオタクが世界救ったよ。で、はい、グリーン、歌って踊ろうぜ。ここは私の大好きなバーンノーティス。バーンノーティス、元スパイの逆襲。これを見て私は海外ドラマにどっぷりハマりました。このジェフリー・ドノバン結婚した時ちょっとショックだったよ。私あんまり俳優さんとかそんなに好きにならないんだけど、惚れたね。知的犯罪ファイル、ホワイトカラー。そして、あ、ザ・ユニット、知ってる？24のさ、パーマー大統領が出てるやつ。レバレッジ、騙して救え。騙されたわ、本当に。出ました、プリズンブレイク。ね、プリズンブレイクはまた復活しましたね。あれ、ホームランドなんか最新シーズンまた始まったよね、どっかで。ウォーキングデート、続き見なきゃ。シーズン9、ブレイキングバッド。マジ、これは見た方がいいです。これは本当に傑作。この男の名前を忘れないでほしい。本当忘れないで。ブレイキングバッドはスピンオフでベタコールソウルと、あと映画が最近エルカミーノ出たので、スピンオフと映画はネットフリックスで見れます。ヒーローズも神作品だったね。不死身の女、クレア。スパルタカスはね、なんかドラゴンボールみたい。男の友情。この主人公の人がさ、病気になっちゃって途中から主人公変わったんですよ。スパルタカスのゴッドオブアリーナっていうのを一回間に挟んだんだよね。うん、これは本当泣けた。ワントリーヒルはね、このパッケージの DVD がすごい可愛くて、これは青春ドラマだね。バスケットボールと俺とお前みたいな、ビバリーヒルズって感じかな。ハワイ50大好きだったな。ハワイで起きる事件を解決ということで、私の目覚まし音がいつもハワイ50の音でした。シャーロックがあったり、はっ、シークレットアイドル、ハンナ・モンタナ。最近さ、マイリー・サイラスとセレーナ・ゴメスが一緒にインスタでライブ配信してたということで、なんかすごい
嬉しいツーショットを見ましたね。アメリカンホラーストーリー面白いよ。これはシーズンごとにキャスト半分ぐらい一緒、設定違う、キャラクターも違うみたいな感じですごい面白い作りになってた。ちなみにレディーガガも出てたりしてかなり注目されてました。私あんまりシーズン1に惹かれなかったんだよね。シーズン2と4が好き。ちょっとここら辺ホラー、ベイツモーテルは映画最古の前日談です。スーパーナチュラルがなかなかハマれんかったけど日本では超話題だよね。 X ファイル順番ごちゃごちゃだな。ザ・オーシー大好きだった。これも青春ドラマですね。もうベロニカ・マーズ、この主人公の女優さんクリスティン・ベル大好き。最近だとネットフリックスのグッドプレイスに出てるね。ダサスパイって感じのチャック好きだったな。お、皆さん知ってるんじゃない、フルハウスとフレンズ。島が動いた。はい、ロスト。ロスト完結、関東にたどり着く。いや、ラスト見てって感じ。ね、面白かったなあ。今一番ロストを見直したいかも。グレイズアナトミー、医療ドラマの私の中でナンバーワン。はい、出ました。クリミナルマインド。クリミナルマインドはマジでファンが多い。ER 緊急救命室。はい、こちらもまあ医療ドラマとしては欠かせない作品ですね。この隣の部屋はね、クローゼットなんですよ。5畳もあるの。いるっていう感じの広さのクローゼットが横にあります。ここにはまあマジック道具とか、お洋服とかが置いてあります。まあ、こんな感じでね、いつもまあソファーに座って、海外ドラマを楽しんでいます。こんな感じの趣味部屋があるんですけども、どうですか皆さん、海外ドラマとか見たりします？私は20歳ぐらいの時から海外ドラマにドハマりして、最初はツタヤとかでレンタルして見てたんですけど、あまりにも好きすぎてうちにツタヤが欲しくなっちゃったの。もう DVD を置きたいって、その結果がまあこんな感じのお部屋になったんですけども、最近はさ DVD を借りに行くことも少なくなったのかもしれないんですけど、松田屋の海外ドラマと海外ドラマの棚にこの挟まれてる感じがすごいなんか幸せを感じてて、結局まあうちにねちょっと作ってみようっていうことで10年ぐらいかけて4000本を集めたんですけど、最初は段ボールから始まって、でそこにね DVD 入れてたの。そしたらね DVD のボックスの端っこがね潰れちゃったの。それからやっぱちゃんと DVD ラックに置こうと思って、それでまあ今あるこの白いラックをね使い始めたんですけど、DVD ラックについての動画もあるので、そちらは概要欄に貼っておくのでよかったら見てください。私多分コレクション気質なのかな。悲しいことにさ、DVD 自体がさもうなくなってきてるよね。動画配信サービスが流行りだして、やっぱりもう DVD をさ買うっていうこと自体がもうなくなってきてるよね。一応海外ドラマのコメンテーターとしても仕事をしてるんですけど、結構海外ドラマ関係とか映画関係とかそういう関連のお仕事で、試写会とかイベントとか行ったりしてるんだけど、以前 FOX さんのほぼ関係者の人しか来ないようなイベントだったんだけど、そこで、まあ、FOX のねお話をしてる方がさ言ってたのが、年に3本 DVD を買う人がお得意様だという話をしてて、私の場合は海外ドラマのボックスなんですけど、まあ、DVD ボックスで言ったら月に8から10ぐらい買ってたからね、めっちゃ神じゃんみたいな感じでちょっと思ったりしたんだけど、これはさもう眺める壁であって、やっぱりもう動画配信サービスをね私も使うし、もうだから DVD 化されないからさ見れないのよ。そうずーっと待ってた作品もあったしさ、そうそれはちょっとショックだったんだけど、今日は海外ドラマ初心者の方におすすめしたい作品をねちょっといくつか挙げていきたいと思います。はい、ということで、もうほんとさ、ドラマの話すると止まらない。ね。ということで、引き続きおうち時間を楽しみましょう。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。